福島県出身なんで、ももこだでイエーイ。また牛タン食べたいな。牛タン通り。よっしゃ。今回もなんか撮影ができませんとか言われたら、まあよそ行くか。아니다이번에는외국인인거를적극적으로어필을해보자그러면은더찍게해줄수도있어 Excuse me, can I take a video just for me? 動画はごめんなさい。ちょっとお待たせいただきました。あ、そうなんですか。じゃあ写真は大丈夫。よそ行っても大丈夫だったんですけど、でもどうしても食べてみたいので、はい、今まで牛タンの店2回も撮影がちょっとできなかったやん。その理由が分かった。私は今まで東日本の人になる準備ができてないのよ。ずっとイコカだけ使ってるやん。今日を機にスイカ買う。分かった。東日本の真の1位になれるんちゃうか。およそ3年後かな。ちょっと待って、どういうことこれ。スイカ買えないの。そんなはずがない。通りの窓口、今はスイカカード使用できません。ということで、皆さん無事福島に到着しました。皆さんおはようございます。今日は朝から外で誰かが演説をしていて、今も選挙期間ですか。やめてくれ朝からは。はい、ということで、福島って言ったら喜多方ラーメンがすごく有名じゃないですか。でもここから喜多方駅までは片道3時間ぐらいかかるんですよ。はい、すいません、移動がめちゃくちゃしんどいので、今日は喜多方ラーメンっぽいものっていうかよくわからないんですけど、この付近にラーメン屋さんがあるっていうことで、それでは皆さん朝のラーメン出発。お曇りでも、でも暑いのは暑いですね。お、ここもカップルか。マルシンラーメン駅前っていうところです。駅の構内に入ると涼しいと思うわ。朝君の気が大きいや。でも駐車場ちゃうか。あかん、駐車場や。そこも自由通路っていうから、ここで合ってる？ここに入ると何の世界が出てくるのでしょうか。東口広場。行ったの足は大丈夫ですか。あ、そっか、なんかこっちの方がもっと人が多いやんけ。分かってきた、福島市民はみんな東口に住んでいたんや。大きな発見や。なにこれ、めちゃくちゃ丸裸やんか。うわ、あ、よぎさらんばんね。ここに来ればよかった、昨日の晩も。ここで左に切ると出ると思って、あ、あった あったんや。どんなお味なんだろう。確かになんか2段になっているラーメンだと聞いたけど、下は醤油、表は塩。醤油ラーメン1つください。
来たよ。大きい普通の店が並んで。初飲食としては寒気ったみたい。私の大好きなちぢれ麺や。最近日本のチャーシューにもハマってさ。勉強しています。どうもありがとうございます。ごちそうさまでした。このお姉さん、私とペアルックやな。桃食べに行くか。桃が乗っかっているパフェを作ってくれるところなんですよ。桃狩りもできるしもちろん。でもそこまでお腹いっぱいになるので、そこがねちょっと離れてるよ。今ちょっと暑いけど、あのラーメンで塩分の摂取したから、福島から伊予島へ、ここからまた歩いて30分ぐらい行くでしょ。とりあえず行こう。なんとかなるわ。福島や福島に来たで。あ、오늘날씨좋다그래도물어볼까。すみません、この福島交通っていうのを乗りたいんです。福島交通、はい、伊予島に行くの。はい、その付近に行きます。伊予島、はい、伊予島へ。じゃあね、向こうに出る道なんです。ああ、そこまで。あ、すみません。伊予島のお寺を見に行くの。あ、桃のパフェを食べに行くんです。出たばっかり。ああ、若干酸っぱいかな。あ、そうなんです。それでも甘いんですか。あ、さすが福島桃。まっすぐ行くと、はい、こう開きますから、右に曲がると電車乗る場合ですから、阿武急と福島交通があるので間違わないで乗ってください。ありがとうございます。左。あ、ご親切に、どうもありがとうございます。今日本のおばちゃんにすごく人気があると思うで。めちゃくちゃ優しかった。さっきもまっすぐ行って、お、ほんまや、これに乗れって言われた。阿武急と福島交通があるので違わないで乗ってください。これには乗らないでくださいって言われたし。あ、いや、이거는또 JR 이랑 다른 건가。あ、일단、あ、きっと買ってみよう。お、行った。これや。ありがとうございます。よし。これ、これ、行こうかって言うの？あ、行こうか。안되는구나。おちゃぴん。あ、ありがとうございます。今、こっちは、こっちが、右が。右。あ、완전귀여워。あ、귀여워。ここから20分ぐらい歩くで。人のあんまりいない道、一人で歩くのはもう慣れてきたで。あ、消しじゃな。あ、こっちだ。皆さん、この道入って大丈夫ですよね。キエさん、こっちからね、こっち。私こんな住宅街に入って大丈夫ですか。でも人が住んでる町やからな。私も人やから、鳥人間か、まあ、一緒や。でも今日中には食べれるよね。あ、んでだ、ちょっと무서워여기。あと草さらみ。ここ行って大丈夫ですか。あ、いいよ。でもほんまに誰もいません、今ここ。幸い人いっぱいいます。あ、みんな私を見守ってる。あの道はいつか来た道。私歌ってんのに。あ、それでしたら、ちょっと乗せてくれへんか。ちょっとこれ深刻やん。
もうずっと歩いてもさ、その距離が縮まらん。ちょっとここ信号ないやん。とけこんなので行こう。あ、行こう。빨간불。OK。永遠に続くこの道。これは韓国まで繋がっているのでしょうか。帰りはタクシー乗りたいけど。あったんや。ここや。あずいんか。韓国から桃パフェ食べに来たんですけど、7月中旬ですか。そうなんです、申し訳ございません。桃のスムージーはありますか。桃のスムージー大丈夫です。じゃあ桃のスムージーください。韓国から桃パフェを食べに来たと思います。ありがとうございます。아또또쫓아왔어아오맛있다모모스무뭐넌다시せっかくやから果樹園の中に入ってみようかな。오これください。ありがとうございます。あ、すいません、ね、撮影したいんですけどこれだけちょっと持っていただいて大丈夫ですか。あ、わかりました。今福島の桃や桃こったでイエーイ。ありがとうございますめっちゃ甘っ。しゃあ桃もこったでああ私が日本で運転をするか毎回アンを連れてくるか桃ちゃんがちょっと休みたいということで、はい、ベッドの上に寝かせてからまた出かけてきました。福島って言ったら何ですか皆さん。円盤餃子ですよね。そしてビール、ここですね。テルイ、あ、5時からやね。あ、アイバブのショーね。これはまさに早いもん勝ちやで。ここ来たことありますか。地元なので。あ、そうなんですか。はいはい、私は韓国から来て。あ、韓国って美味しいですよ。なんか綺麗だと有名だと聞いて。美味しいです。あ、そうですか。ヘルシー、野菜がたっぷりで、あ、ピアノがあって、はい、元々の奏者の人がピアノを遊びに弾きに来る。あ、これからですか。この人が、あの、おことなんだけど、元々ピアノ習ってて、はい、あの、福島県出身なので、農場を楽しんでください。はい、ありがとうございます。やっぱり早いもん勝ちやで。では始めようか。うん、まこれや。完全一口だと思ったら一口よりは若干大きめですね。うまっ。皆さん、これは最強ですよ。私は今まで日本で食べた餃子の中で、あ、まあ、世界一、これは。どこ行っても言ってるんじゃん。中にあの野菜たっぷり入ってるんで、だからこれは絶対飽きないんですよ。ごちそうさまでした。もう赤ちゃん。あ、はい。食べました。
あ、円盤餃子食べました。はい、おリクエスト鬼滅の刃の曲とか静かなやつ、あ、な、激しいやつでおおおアニメの曲をカバーしたりして、おーすごい。でもイケメンイケメンのコンテンツ系もいけそう。はい、おーすごい。日本でお琴の演奏をしている大川義明と申します。琴面という名前で YouTube やってあります。吉島は楽しいですか？めちゃくちゃ楽しいです。今ちょっとごめんなさい、餃子食べたのでヒノカミカグラ演舞心打たれました。何雨降ってる。まあ傘なしで歩くか。めんどくせえ。今私めんどくせえと言った。